ありがとうございます。今日来ていただいている方が大人のお客様が多くてですね、ちょっとお子様向けの曲を今演奏しようかどうか考えているんですけれども、はい、ただ子供向けなんですけどとてもいい曲ですので、このまま演奏させていただきたいと思います。曲は夢を叶えてドラえもんです。はい、子供に戻った気持ちでお聴きください。見たら小さいお子さんがいらっしゃって非常に安心いたしました。ありがとうございました。では続きましてですね、先ほどから私だけいろんなこの楽器を持ち帰っておりまして、通常はですねこのアルトサックスという楽器とこちらにありますソプラノサックスという楽器の曲を固めて持ち替えはできるだけ最小限にと、いうことだったんですけれども、今回それにまんまと失敗しましてですね、ほとんど持ち替えになってしまったということで、大変申し訳ありませんが、ここでちょっと MC を、テナーの東由紀君にすいません。はい、次にお送りする曲もお子さんが大好きミッキーマウスマーチをハッピーサックス風にジャズアレンジでお送りしたいと思います。とても楽しい曲ですので、よろしければ
踊ったり手拍子などをしていただけたら嬉しいです。ちょっと手拍子の練習をマーチでした。皆さんの手拍子でなんとか助けられてですね、最後まで行けたような気がいたします。続きまして、これはディズニーですよね、これね、のアラジンという、映画の中で、ジーニーがですね、出てくる時のっていうか、まあ、テーマソングですね、Friend Like Me という曲をお送りいたします。これも非常にテンポのいい曲ですので、よろしければ。
嵐により、ジーニーのテーマソングでもあります「Friend Like Me」という曲をお送りしました。すいません、事前の打ち合わせが今一つうまくいっておりませんで、今非常にテンポのいい曲が2曲続きましたので、ちょっとしっとりした感じの、曲をお送りしたいと思っております。持ち帰りです。お待たせしております。この曲はサックス4本のアレンジがとっても美しい曲で、なかなかでも演奏する機会がなくて、このお寺という場所にぴったりということで毎年こちらで演奏させていただいています。多分皆さんもご存知の曲だと思います。千の風になって、
千の風になってでした。この曲意外とやる場所を選ぶ曲でございまして、老人ホームとかですね、そういったところではあまり歓迎されないでございますまあお寺だといいかなっていう形で、ただ曲としてはですね非常に美しい曲で、この、先ほど、テナーの東も言ってましたけれども、アレンジも非常に綺麗な曲でございます。もっと精進してですね、もっと綺麗にできるように練習していきたいと思っています。次の曲で、ごめんなさい、またちょっと持ち替えとなりますので、また東に大変申し訳ありません。次また、お寺でジャズということで、ジャズのナンバーに戻りたいと思います。ご存知の方はご存知かと思うんですけれども、ハロー通りという映画ですかですね、のからハロー通りという曲をお送りしたいと思います。切れてきたなという感じでございます。メンバー紹介をちょっとこの辺で、やらせていただいている間にですね、ちょっと息を整えようかなと思っております。皆さんから向かって一番右、アルトサックス兼、このバンドのリーダー兼、何でもやっていただけるマネージャー兼譜面係とにかくあらゆることをやってもらっています。リーダーの戸田武彦です。はい。続きまして、右から2番目、一番大きなバリトンサックスという楽器を、演奏しております。まあ、サックス4本でやっておりますので、ビッグバンドのようにドラムがいるわけでもなければベースがいるわけでもない、そういった、リズムパートみたいなものをですね、基本的にこのバリトンサックスが
支えてくれております。で、リズムって一旦カウントが出るとですね、曲が止まるまで吹きっぱなしなんですね。この大きな体で大きなサックスを抱えて、とにかく、一番最初に息が切れるバリトンサックス藤田巌です。メンバー紹介も今適当に言ってるだけで全然何も考えてきておりませんで、先ほどから MC を僕と交代でやってくれております、テナーサックスの、東由紀子です。カレーが大好きなんですね。なんかとにかく毎日食べてるよね。あ、そんなことない。まあ3日に2回は食べてる。カレーさえあれば大丈夫。カレーが好きな東由紀子です。それだけ。なんかすいません、一応こう見ても一番年下なの です、ね、こういう扱いを受けております。そして、一番左、アルトサックス兼ソプラノサックス川名健一。皆さんは今日、寝ずに昨日仕事を終えて夜中走ってここに駆けつけました。あ、そうですか。はい。そして今日演奏が終わったらすぐ帰ってまた明日大事なお仕事が控えているということで、あ、すいません。私たちは昨日ここに来まして大変楽しみにしていたサントリーの白州のウイスキー工場の見学に行ったんですけど、はい、すっごく楽しいとこですね、あそこって。あんなに楽しいとこだとは思いませんで、川野さんそれに来れなかったっていうことでメンバー間に亀裂が生まれないといいなと思います。これから来年は一緒に来たいなと思います。はい、すいません。はい、じゃあはい、そういうことでメンバー以上のようなメンバーでお送りします。ハッピーサックスです。で、一応最初、60分ステージをって言われたんですけれども、先ほど申し上げたような事情でですね、60分ぶっ続けで吹くとですね、このうち多分3人は倒れるということで、なんとかちょっとわがままを言わせていただいて、次の曲でとりあえず一部、最後の曲とさせていただきます。でその後ですね、おしゃべりが長くて時間が押しているということで3分ぐらいちょっと休憩をいただきまして、2部に突入したいと思っております。では、一部最後の曲は、これはもうビートルズで有名なナンバーです。オブラディオブラダという曲をお送りしましょう。
はい、ありがとうございました。ちょっとあの息を整える時間をいただきたいと思います。2、3分ちょっと休憩をさせてください。